荒祭り宮は、三重県伊勢市宇治か町にある内宮の境内別宮で、ある。祭神は、天寺須坂大御か荒見玉。第62回神宮式年遷宮では、他の別宮に先駆けて10月10日午後8時に、戦後が行われた。荒祭り宮は、内宮西宮北方にある。別宮とは、和家宮の意味で、西宮に次尊いとされる、荒祭り宮を、荒玉を祭る。 宮の意味とするのが定説である。神宮雑霊集によると、創建は、水人天皇26年10月であり、内宮の正殿と同時に建てられたという。ふまの石山テラス大臣荒玉を祀る内宮の、別宮は、境外に、滝原並宮があるが、荒祭り宮は内宮に、月読宮、月読荒御玉宮、伊佐奈宮、伊佐並宮、滝原宮、滝原、並宮、 伊蔵宮、風ひいのり宮、山和姫宮と合わせて十ある別宮の中で第一位とされる。他の別宮よりも社殿が大きく、上行祭は下空では行わないが、内空聖宮と荒祭り宮では毎年5月と10月に行われる。荒祭り宮要拝所内空聖宮参拝後に参拝するのが正しいとされ、聖宮石垣の角のもみとね石を右手に見ながら、 右へ進み、稲を収めるお稲を蔵、ら、古い新宝を収める、外平田を左手に見ながら進んだ先の石段を一度、降り、次の石段を登った先に荒れ祭り宮がある。この時に降りる石段には四つに、割れ、天の字のように見える石がある。この石は踏まぬ石と呼ばれ避けて通らなければならないと、され、江戸時代にはすでに言及されている。踏まぬ石は、 天から降ってきたという伝説があるが、隕石ではなく水星岩であり、起源は定かではない。荒祭り宮に参拝できない場合のため、荒祭り用拝所が設けられている。もみ種石の近くに石畳の上に位置する。本来は儀式のために用いる。荒祭り宮は、仙宮制度が導入される以前と考えられるが、内空制宮の敷地で祭られていたと思われることが、 伊勢神宮別宮、滝玄宮の公式の遺書書書に記されている。アマテラス座公大御家荒御玉。アマテラス大臣の荒玉である。荒玉宮ではなく、荒祭り宮と呼称する理由は不明。身体は鏡である。804年の公大神宮儀式帳において、荒祭り宮一院大神宮の北にあり、愛さること二十四条神宮の荒御玉宮と叶うと、あり、また、 927年成立の演技式において、荒祭り具一座大臣の改まと記載されている。中富の原訓会、山和姫命よき、天照座伊勢二諸公大神宮御鎮座四大器、伊勢二諸公大神宮御鎮座伝記は、荒祭り具祭人の別名として背負りつびめ、八十勝日神を記している。高大神宮に準じた祭事が行われ、新鮮の種類や数量は、 生宮とほぼ同等である。記念祭、月次祭、神奈目祭り、新奈目祭りの書祭りには、皇室からの併白があり、皇室の直視は、生宮に続き、内宮別宮のうち荒祭り宮のみに産業する。5月、10月に行われる、神行祭は、内宮と荒祭り宮のみで行う。荒祭り宮に対する新異米物の数量は、大宮宮に対して、約半数である。 また、神宮式年仙宮の際は、内宮別宮のうちでは、荒祭り宮だけが聖宮と、ほぼ同時期に戦宮を行う。なお、下宮別宮も、本宮の荒まを祭る多賀宮だけが、同様の扱いを受けている。戦宮直前に、新宮の社殿が並んでいる荒祭り宮、多賀宮とも鳥居が存在しないが、その理由は不明。荒祭り宮の社殿は内宮に順次、内曽木の地議と、 六本で偶数のカツオギを持つ、かやぶきの神明作りで難面している。仙宮のための古戸の地は、東西に隣接している。幅6.42メートル、奥行き4.24メートル、高さ4.48メートルと、他の別宮よりも大きく定められている。当初は神書き、忌み人の、五層等も揃っていたが、いつしか失われた。室町時代には困窮していたが、 江戸時代になり状況は若干改善。その後1909年に至り、完全な状態になった。1936年には、荒祭り宮社殿に、コウモリが救って、潜座を余儀なくされ、2.26事件など、教授続きのため荒祭り宮に参拝しようとしていた、高松宮信人親王は、世にも恐ろしく覚えたりと著述している。荒祭りの前の石段中ほどには、 次の木がそびえている。荒祭りグルの石段は天明年間に作られ1909年に位置を若干変えた。この時期に次をそのまま残すという決定がされたという、ありがとうございます。